古沢翔吾は、滋賀県長浜市出身の元プロ野球選手。YouTuber ーー。性の表記が文献などによっては、古沢の場合もある。木の本小学校2年生の時に、木の本給油クラブで野球を始め、当時は、投手権3類種だった。木の本中学校では、湖北ボーイズに所属し、3年生の時に、全国大会に出場した。 九国大附属高校では一年生の秋に遊撃手のレギュラーになり、二年生の時から三番を務めた。三年生の時の夏の甲子園、福岡大会5回戦の福岡高大上当戦でサイクルヒットを記録した。チームは福岡大会で優勝、全国大会に出場したが一回戦で、東海四4一1 6で敗れた。自身は三番、遊撃手で先発出場。 4打数1安打だった。高校通算27本塁打。2014年10月23日に行われたプロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスに3巡目で指名され、年俸600万円で契約合意し入団した。背番号は59。高校の同級生である清水祐信も同ドラフトで北海道日本ハムファイターズに2位で指名され、入団した。 2015年は2軍公式戦に2類種、3類種、遊撃手として58試合に出場し、154、打数31安打19打点、1本塁打、打率、201の成績だった。2016年、1軍公式戦の出場はなく、2軍公式戦において64試合に出場し、打率、229打点の成績を残す。 シーズンオフの11月25日から台湾で開催された2016アジアウィンターベースボールリーグの NPB ウエスタン選抜メンバーに選ばれ大会では18試合に出場し51打数14アンダ14打点1本塁打3盗塁打率275の成績だった2017年前年に引き続き1軍公式戦の出場はなく 二軍公式戦では41試合に出場。打率、1 2十5打点と成績が低迷した。2018年も一軍公式戦出場はなく、11月30日に自由契約公示され、同年11月20日に育成選手として再契約された。背番号は124。2019年は三軍が主戦場となり、二軍では打率。 117という成績に終わるも、引き続き育成選手として再契約。2020年は打撃の調子が上向きに軍公式戦61試合に出場して打率276。特に後半に調子を上げ、9月の月間打率は440、10月も3割を打っていた。しかし、支配下登録に戻ることなく、11月4日に球団より、 戦力外通告を言い渡された。球団職員としてチームに残る予定。50メートルを6秒0で走る瞬速と遠藤110メートルの強権を誇る内野手。俊敏なフットワークを生かした守備範囲の広さと玉際の強さが武器。打撃面ではパンチ力を秘める。幼少期は父親と二人三脚で練習に励んだ。練習はスパルタ式であり。 自身が学校から帰宅すると父親が仕事から戻るまで走り込み、帰宅後は投球練習、T 打撃と毎日夜21時過ぎまで過酷なメニューをこなした。古沢は当時を振り返り、試合で結果を残せない日は大変だった。試合会場から走って帰れ、と言われて泣きながらランニングをしていた。記憶する限りだと十キロ以上はあったと思うけど途中。 友達の車に乗せてもらって命拾いした。厳しいだけでなく、結果を出せば褒めてくれる。雨と無知があったからついてこられたと思う。高校入学後も遠いのにわざわざ滋賀から試合を見に来てくれて、なんとか恩返ししたいと語っている。ありがとうございます。